はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけれども、こちらの画面、連名募集ではございません。また、始めた人ばかり、始めた人向けというか、まあ改めてこう連名に、の意義とか、連名って今どうなんだろうっていうところで、始めたばかりの人とかだと連名ってどういうところに入ったらいいかわからないとか、そういうお問い合わせとかも来たり、逆に、昨今の、このゲーム状況で、連名のメンバーを募集したいみたいなね、あのお声をいただきまして、そういう会をちょっとやってみようかなと思っております。始めた人で、まあ昔ね、この話は一回やったこともあるんですけども、連盟に入ることでもちろんメリットデメリットっていうのはいろいろあるのかなと思います。また、入った連盟で非常にうまくいく、うまく馬が合う合わないとかっていうのもあるかなと思いますので、まあ結婚とはまた違いますけど、一つのね出会いとして、まあそういう場があるのも、まあ面白いゲームとしてのその一つの魅力としてはあるんじゃないかなと。結構ねやっぱりその長く続けれてる人っていうのはやっぱり周りの環境っていうのもあると思いますね。まあ、ツイッターや SNS で、翼のか、民翼の人たちとつながって、面白さを分かっていく、理解していくとか、っていう人もいますし、逆にそのそれが深くなりすぎると人との関わりが疲れてしまうとか、あとは、人とこういうゲーム内でつながるのがそもそもちょっと怖いとか。自分もねゲーム始めたばかりはそもそも SNS 自体をやってなかったので、どうなんだろうなって、こう知らない人とつながって、コミュニケーション取るのってどうなんだろうなって。だからツイッターもそうですし、ツイッターもともとアカウントありましたけど、このゲームを始めてから、まあ、ツイッターでいろいろつぶやいたり人とつながるようになった。だから DM の仕方とかも最初知らなかったんですけども、はい、それくらいねやっぱりこうゲームで、そこでいろいろ例えばフレマをしましょうとかっていうので、まあ、ちょっといろんな人とその翼カップ、当時は翼カップって言ってたんですけども、翼カップとか以外でオンラインで試合してみたいなとかっていう時に、まあ、そういうそのフレマをする道場みたいなとこがあったりとか、そこで知り合って、でどういう連盟にいるんですかとか、こういうどこどこの連盟ですとかこう聞いて、ああ有名な連盟なんだとか、まあ、あとはね翼カップの上位の人たちっていうのと、人たちとこうお知り合いになることができたりとか、まあ、そこで、あ、こういうふうにプレイすると上手くなっていくんだなっていうので、まあ、体感していくというような場でもありますし、あとゲームでわからないことを教えていただいたり、ゲーム内で、若い人ほど結構わかるのかなと思って、ゲームのその仕組みとかを結構わかりやすい人多いのかなと思うんですけど、昨今とかだと、自分のチャンネルで、こういろいろこう数値とかやってますけど、それでもねやっぱこう連盟の中にいると、じゃあどのキャラクターを引いた方がいいとか、デッキのアドバイスとかですよね、結構多いのがやっぱりデッキってどういう風に作ってったらいいのかなとか、絆って自分の今の進んでる方向だとどういう、これだけガチャが多いとどういう風にガチャを してったらいいのかなとかっていうのをアドバイスもらうこともできたりとか、そういうのもできるので、人と、関わりながら、連盟の中で盛り上がっていくっていうのは一ついいんではないかなと。ただそういう関わりとかも嫌いな人や人疲れをしてしまう人もいるのも事実かなと思いますので、合う合わないっていうのはあるかなと思うんですが、連盟っていうのも一つ、今ねこうなんだろう、カップ戦、最近のこのゲームのカップ戦って連盟効果無効なものが多いのでそのじゃあ連盟の意義って連盟対抗戦くらいしかなかったりするんじゃんっていう考え方も多いんですけど、決してそうでもないのかなと。まあ特に我々ゴールデンコンビの場合はほぼグループチャットっていうのは結構活性してる連盟さんって多いかなと思うんですけど、グループチャットに関しては、連盟掲示板でしか会話しないメンバーさんもいらっしゃいますけど、我々は LINE のオープンチャットですね、一番こう多分日頃使い慣れてるっていうところと、 Twitter やってないっていうメンバーが非常に多くて、でも LINE をやってるよねっていうところから LINE のオープンチャットと、あと意外とやっぱりそのこのゲームやってる人年齢がね非常に
なんだろう、自分の放送配信を見ていただいている方でも35歳から55歳が全体の8割見ていただいているんですけども、やっぱりそこの年齢さんの人たちだとツイッターよりもやっぱ LINE の方が使い慣れてる人が多くて、で、まあじゃあ最初は、いろんな、その SNS のグループチャット使ってたんですけど、最終的には LINE のオープンチャットが一番今のところ自分たちは便利かなと思ってやってます。はい、まあ、ただ多くの連盟さんは、いろんなねやっぱグループチャット各それぞれ持ってるのかなと思いますので、そこに沿ってというような形になるかなと思っております。でそんな中なんですけども、まあ連盟入ってみたいなとか、もっとこうどうやったらゲーム強くなるのかなとか、いろいろねコミュニケーション取って盛り上がりたいなとか、連盟の移籍を考えてみようかなとか、環境を変えてみたいなとかっていう人向けの今日お話なのかな。はい、でたまたまね、そう何件、数連盟さんからまた前なんか12月対抗戦なのかな、よくちょっと分かるんですけど、このタイミングで連盟募集をかけたいんですけど前みたいなのがないんですかみたいなのをちょっとお問い合わせいただいて、いただいて、まあ、せっかくじゃあなんかたまたま数連盟さん同時あったので、じゃまとめて、紹介をしてみようかなと思いまして、もしね連盟を探している、方とか、環境変えてみたいなっていうような方とか、もしねマッチングの方で会うようなところとかがあったりとか、ありましたらぜひお問い合わせいただければいいなと思います。はい、まあ、なかなかねもう本当にその、合う合わない、もうこれは前も言ったかもしれないですけど、自分もその始めたばかりの時に、これ1回話したので2回目になっちゃうんですけど、環境を変えようと思って、よし上位連盟飛び込んでみるぞみたいな感じで飛び込んで、見たらなんかその即座に弾かれたみたいな、なんだろうすげえ弱かった、なんかデッキかなんか見てすげえ弱かったのか、なんか、何が悪かったのか当時も今もね思い出せないんですけど、はい、バーンとすぐ弾かれてまた無所属になったっていうので、すごい嫌な思いをしたことがあったりとかして、環境あんまり変えたくないなとか思ったりもするんですけど、まあ、今日は一応そういう連盟さんではないという風な感じだと思いますので、まあ、もちろんね人としての対応っていうところがいろいろあるのかなと思うんですけども、まあ、その辺も含めてもし探されてる方もし参考になればと思いましてやっていければなと思います。では、紹介していきたいなと思います。一つ目のリーダーじゃないや一つ目の連盟さんはルーキーズさんになりますね。リーダーはキャスバルさんという形になっております。現状は10人なのかな、募集しているというような形だと思います。で連盟は、連盟ランクはカンストしてますので、連盟効果はフルにつくような感じになります。はい、ルーキーズさんの方なんですけど10人メンバーを募集しておりまして、名前を字でいくほど、若くはないと、志は名前通りで、まあ、初心に帰りながら、やっていきたいということなんですかね。ルーキーズっていうところなんで、で、イケてるお兄さんがいっぱいいて綺麗なお姉さんも、在住してますと、まあ、女性のプレイヤーさんもいらっしゃるということですね。で基本的には連盟の特徴として、まあ、皆さんリアルを大切にキャプツバアプリとソーシャルディスタンスを保ち程よい距離で楽しんでますというところみたいです。そこにはきっとルーキーズの一員でプレイしてよかったと思える場所がここにはあるはずですというので、現在リーダーは3代目、新リーダーは自分もこの間動画で配信させて、ライブで配信させていただきました島津ジャパン杯ですねを主催している、キャスさんって書いてますけど、キャスバルさんが、今リーダーだということだそうです。でツイッターまたはロビーかなのグループチャットが加入が必死になってますよっていうので、これはまあうまく連盟内の情報を共有を行うためですと。まあ連盟内の情報共有って、まあくだらないこととかも多いかなと思うんですけど、まあガチャがどうとかタイムアタックとか、まあ連盟対抗戦とかいろいろね連絡なのかなと思います。で、ルーキーズに3に入りたい方は何よりもまず楽しむことをモットーとしている連盟なので、興味ある方っていうのは加入の方お待ちしておりますというようなことです。はい、
非常にリーダーのねキャスバルさんは主催もしていただきましたけど、非常にいろいろ丁寧にやっていただけてる方なので、入って面白い連盟ではないかなと思います。はい、今のところ10人募集なので、もしあれでしたら多分相談はできると思うんですけど、7、8人で連盟やっててまとめて合体っていう相談とかもできるんではないかなとちょっと思いますけどね、どうなんでしょう。はい、で、こちらの方なんですが、基本的には、ルーキーズと検索されても承認制になっているみたいですので、概要欄にですね、ルーキーズのキャスバルさんの、ツイッターの、リンク、概要欄、コメント欄概要欄に貼っておきますので、こちらの方に、どんな感じですかとか、いわゆる 面接ではないです、面談じゃないですけどヒアリング、まあ、もちろん入る方もどんな連盟かとか自分に合うのかとかっていうのがあると思いますので、もしツイッターやっていればツイッターの方で DM とかで、今どんな感じですかとか相談をしてほしいというところですね。いきなり行ってもうなかなかこうピッてこう承認されるかは、どうなんだろうね、まあ、状況によるかなと思うんですけど、基本は DM、ツイッターの DM が欲しいというそうです。はい、そして、カウベルヒーローズ Z ですねの、リーダーは積み立てさん、ですございます。はい、カーベルさん自体は、5名ほど募集してます。まあ、ちょうどタイミング的に引退などがありましてというところみたいですね。で、今ツイッターのグループチャット加入は必死になっておりますというので、ツイッターをお持ちの方が必須というところです。で、連盟対抗戦の消化というのが、連盟の中で、今回募集の中でお願いしたいというところです。で、よく敷居が高いと言われますが、そんなことも、強さも問いませんというようなことみたいですね。はい、うん、で、両連盟さんとも、始めたばっかりの方でも全然 OK だそうなので、今後ね、ちょっとどんな連盟入って上手くなってみたいとか、最近ゲーム面白くなってきて、楽しんでみたいというような人とかはぜひ、こちらの、カウベルヒーローズさんの方も、積み立てさんの方に、ダイレクトメールの方が必要みたいで、承認制のようです。はい、そしてもう一連盟さんですね、隣の高津キングダムさんというので、連盟対抗戦に向けて、12月に連盟対抗戦あるのかな、まあありそうですよね。はい、連盟対抗戦に向けてメンバーを募集してますという、で現在20名なので入り放題ですと、で、承認は不要ですよというので、とりあえず初心者でもとりあえず連盟対抗戦は参加して、報酬欲しい人とかはお気軽に入ってくださいということみたいですね。まあ要はデイリーは自由っていうわけではないと思うんですが、まあ連盟対抗戦やりたいかったら、フリーなんですけど、この隣の高津キングダムさんのところは無承認で入っていけますのでっていうので、コミッションの人とかでも大丈夫なのかな。はい、そこが一番あれですね。まあでもね、せっかく入られたらね、コメントの掲示板とかによろしくくらいはね入れてもいいかなと思うんですけど、連盟ランクも低く成績は期待度薄いので足からずというところで、まあその連盟のランクは高くないですけど、そして、まあ、とりあえず連盟対抗戦出てみたい人っていうところはぜひというところですね。ノルマはログイン、まあ毎日ログインと連盟対抗戦に参加してもらえば OK ですよと。でツイッターのグルちゃんも完備してますが、現在は3人のみの参加になってますので強制ではないですと。こんな寂しげな連盟ですが、お試し参加で、いいのでお待ちしてますというところで、まあ程よい距離感でとりあえず連盟入っとこうとか対抗戦出てみようという時に、ぜひ入ってくださいというような形ですかね。はい、隣の高津キングダムさんでした。はい、というわけで、まあ、今日はねたまたまこう3連盟さん募集というのがあったんですけども、もし自分の配信の方でまたツイッターで募集してるのと、まあ、聞いてる方とかね全然異なりますので、連盟入ってみたいなとかっていう人いらっしゃいましたら、ぜひ連盟募集かけたいなとかっていうのがありましたら、ぜひ自分のツイッターの DM か何かで連絡いただければ、こういうまとめた回ではないかもしれないですけど、まあ、ちょこちょこご協力もしね自分の配信でよければしてさせていただければなと思います。はい、まあ、そういうわけで、ちょうどその
トーマさんのところとか、まあ、自分のところにも、もうちょっとで2年になりますけども、こう聞いて配信を見てくださる方がだいぶ層が変わってきているっていう感じも体感してまして、今日もねコメントとかでその自分のこの言ってることはどういうことですかみたいなヒアリングいただいたりとか、ここをクリアってどうやってやるんですかみたいなとかっていうのもいただいてるので、前もちょっと言いましたけども、始めた人やちょっとねゲームが面白くなってきたけどもうちょっと詳しくなりたい人向けみたいな話もちょこちょこやっていければなと思っております。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。